はい、皆さんこんにちは、ワンダルミルフィッシュです。今回お届けしていくゲームはこちら、信長の野望創造のパワーアップキット、こちらをお届けしていきたいと思います。そして今回からは PS4 版になります。今までですね、 PS3 版で、このチャンネルでもこのパワーアップキットをお届けしてきたことあったかと思うんですが、今回からは PS4 版ということで、グラフィック面の向上だったり、あと動作そのものの、まあ、向上面とか、そういったところもですね、ぜひぜひ、注目してみていただければと思います。そして、プレイしていくシナリオをご紹介していきましょう。今回プレイするシナリオは長篠の戦いです。長篠の戦いは皆さん、中学校の頃とかね、教科書で一度は目にしたことがある有名な戦いの一つだと思うんですが、簡単に言うと、信長率いる鉄砲隊が信玄亡き後の武田騎馬隊を散々に打ちのめした戦いだというふうに言われています。今回はですね、あえてその打ちのめされた側の武田側でプレイをしてみたいと思います。こちらが武田側ですね。すでに信玄は死んでしまっていますので、その後継ぎ、武田の当主は武田勝頼になっています。本庄5、兵数25,000というところですね。一方敵方になる信長、本庄10、四条22、兵数73,000というところです。そして長篠の戦いでは、織田徳川連合軍と武田は戦ったことになりますので、その徳川ですね、兵数12,000というところになっています。今回は武田側でのプレイになります。早速シナリオの方始まりました。見ていきましょう。甲斐の虎と呼ばれた武田信玄、信玄の死後、武田家の当主になったは側室諏訪姫との間に生まれた諏訪四郎勝頼こと武田勝頼であると。この武田四郎勝頼なんで、あ、ごめんなさい、諏訪四郎勝頼なんですけど、当初勝頼はですね、武田の信玄の跡継ぎの第一党というふうには目されていなかったんですね。それゆえに諏訪家の方に養子かなんかに確か出されたんだと思います。それで諏訪四郎勝頼というふうに名乗っていたんですが、まあ、ゆえあって、武田の当主になって武田勝頼を名乗るようになったというような状況です。そしてですね、今現在どういう情勢かというと、さっき見てもらった通り、武田と織田、まあ、信長ですね、もう勢力差がかなり開いてしまって、まあ、3倍から4倍ぐらいの勢力差があるという中で、信長を戦場に引きずり出して一戦をもって信長に大ダメージを与えようというのが勝頼の作戦のようです。で、勝頼は、当時徳川に支配されていた長篠城を、まあ、攻めてですね、信長と家康を一挙に叩くという作戦を立てたのが長篠の戦いというところになっています。で、兵力差がですね、諸説あるんですが、当時は、信長側が、まあ、3万から5万ぐらいで、勝頼の方は1万から多くても2万ぐらいというふうに言われていたようです。で、その兵力差を埋めるために真田昌幸の方から進言があってですね、上杉謙信と和睦をして総力戦をもって、信長に当たったらどうかというような進言が今されている状況です。この真田昌幸はですね、武田配下にいた頃は真田幸高とともに、まあ、軍師的な存在だったというふうに言われています。なので、この真田昌幸が、まあ、謙信との和睦をして謙信から、援軍を、まあ、要請するというようなところになるんだと思います。ただその中で内藤正豊から北条にも話を通しておきましょうねというような言葉があったと思うんですが、これはなぜかというとですね、当時武田と上杉喧嘩してたんですが、北条と上杉も喧嘩していました。まあ、結果的に、北条と武田は吉見を通じていたんですが、一方的に上杉と武田が和睦をしてしまうと、まあ、北条としてはあまり面白くはないので、まあ、そこをちゃんと筋を通しておきましょうということだと思います。
ミッションとして上杉の信用を60、北条の信用を40というのが最初のミッションになっています。早速このミッション達成に向けて外交からしていきましょう。すでに北条とは同盟42ヶ月あって信用が20ありますので、これをまずは40まで上げるというところになると思います。さらに上杉とは信用0なので、真田昌幸を派遣して60まで一気に上げていきましょう。で、内政面なんですが、甲州法度次第、これはですね、武田家独自の政策で武将の重勢上昇、領民兵増加、騎馬を配備すると攻撃力上昇という政策です。これをやっていきましょう。開発はですね、基本的には推奨命令をまずは一括でやっていきます。で、普請に関してはこの甲斐という土地自体がですね、そんなに商業が発展するような恵まれた場所ではないので、どちらかというと農業とあと兵力を蓄えるための兵舎、この辺りを中心に作っていきたいと思います。というのもですね、このあと長篠の戦い、海戦になると思うんですけど、その海戦でもちろん勝つつもりでいますが、勝った後も信長家康は健在だと思いますので、やっぱり自力をねしっかりとつけていかなければいけないと思いますので、開発行為、内政もしっかりやっていきましょう。そして六角義晴は浪人でいますので、あまり優秀な武将ではないですけど、武将数が足りていないので雇っていきましょう。そうこうしているうちに北条と上杉との信用がそれぞれの目標値に達成すると思いますので、そしたらまたシナリオが進むと思います。ご命令くだされ、先月の収支です。報告いたします。ちなみに PS3 版と PS4 版で、ゲームの作りはもちろん同じになっているので違いは全くありません。期待しているのが回線の画面で兵士がね、一人一人動くシーンとかがより綺麗にクリアに出るんじゃないかなというふうに期待しています。というわけで、信長のイベントがどうやら始まったようです。京都畿内の用地を抑えた信長は近江に新たな城を築城した安土城のことでしょうかね。あ、そうですね、安土城のことです。我が部、我が姓、我が世を天下に示すものということで、この安土城も飲み込みたいと、武田勝頼としては信玄すら成し得なかった正常作戦をもって、このなんとかね、信長を追い散らすと先月の終始です。報告いうのを目標にやっていきたいと思います。上杉の援軍を頼めるようになったということで、おそらく40になったんじゃないかなと思いますが、先月の収支です。報告いたします。そうですね、謙信との信頼が42まで増えてますね。この調子で頑張っていきましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。さあ、ここで上杉へ、6ヶ月の同盟を結べるようになったということで、信用が60になりました。織田軍との決戦に臨むということで、次のステップに進みます。そして、ナレーションが入りそうです。先代信玄の拡大路線を受け継ぐ武田勝頼は大軍を率いて三河に進攻、長篠城を包囲した。これに対し徳川家康は織田信長に援軍を要請、信長は自ら太平を率いて設楽原に着陣した。ここに勝頼が望む一大決戦が行われようとしていた。というわけで、武田勝頼、正幸から知らせは来ぬかということで、謙信と和睦して謙信からね、援軍を派遣してくれるように工作を働いていた正幸から何か知らせがないかということなんですが、まだ知らせはないということですね。
そして、夫人ですね、武田側の夫人、左備えが山形正景、右備えが馬場信春という夫人に決まりました。まあ、兵力差がどれくらいあるかなんですが、まあ、史実通り3倍ぐらいの兵力差があった場合かなり厳しくなると思いますので、やっぱりね、史実とは違う部分として、謙信そして北条、この辺りからの援軍を頼みにするしかないかなと思います。お、なんか悲しげな雰囲気が漂ってますが、大丈夫でしょうかね。こちらは内藤正豊、まあ、武田四名士の4人が揃ってはないんですね。高坂正信が謙信の抑えとしてまだ信濃にいると思うので、まあ、その高坂が揃って武田四名士というとこですかね。イベント回戦になります。さあ、織田軍との決戦に臨むということで、三河国設楽原、浅萌をついて前進する武田軍の前に織田軍の長大な馬防柵が浮かび上がった。この馬防柵っていうのは当時信長が率いていた鉄砲隊を武田の騎馬隊から守るために築いていたフェンスみたいなもんですね。そして馬場信春より武田じゃない信長の方3万の兵と言っていますね。3万か、まあ、武田側がどれくらいの兵力になってるかというところですね。これがもし武田側の兵が1万とか1万5千ぐらいだとかなり厳しそう。そして伝令より酒井忠次の奇襲を受けて陥落と。これはですね、長篠城を攻めていた武田軍なんですが、信長家康が設楽原に転進してきたことを受けて、長篠城にはある一定の兵を、まあ、割いて残しておいて、本軍は設楽原に進軍してきたわけなんですが、その長篠城に置いていた兵、これが家康の配下の酒井忠次の奇襲を受けて、崩壊したということを指しています。これも史実通りですね。史実でもそういうふうに言われています。そしてこの不死身の鬼身の馬場信春はですね、数十回、もしかしたら100回にも及ぶ戦の中で一度もかずり傷を負わなかったと。鬼身の馬場信春というふうに、まあ、通り名が通っていたようですね。それでは、まずは夫人を見ていきましょう。左から山形正景3000、内藤正豊1000、勝頼本体1000か、ちょっと少ないですね。そして、真田信綱1000、馬場信春が3000と、ここまでが武田総勢9000。そして、信長側、これは徳川隊ですね、榊原康政1500、堀田忠勝1500、家康が3000、そして秀吉が2000、滝川一正が2000、丹羽長秀が2000、佐久間信盛が2000、そして信長本体2万と、総勢3万4000。これはちょっと多いな。そしてちょっと馬防柵の様子見ていきますか。あー、きっちりと張られてますね。ずーっと横一列馬防柵が張られていそうです。まあ、馬防柵のないところを突破していくしかないと思うんですが、馬防柵がないところと言うとこんな感じですかね。お待たせください。そして内藤正豊は兵力が少ない、1000しかいないのであまり突っ込ませると厳しそう。そして真田、ここも馬防柵がないところを入っていくしかないですね。馬場信春も同じく馬防柵がないところ。武田勝頼は馬場信春の後をついて入っていきましょう。かかれ、
きます。さっさと中に入り込まないと兵力をどんどん削られるだけになってしまいますからね。承知いたしました。かしこまりました。敵が戦術をどんどん使ってきますけど、こっちはどんどん貯めていくという作戦に出たいと思います。貯めです。かしこまりました。しきたるべき信長との決戦のためにできるだけ貯めておきたいと思います。続きなさい。承知いたしました。かかれ。お、早速山形正影が、突破しましたね。いいですよ、このままの勢いでいきましょう。内藤正人は早いな。続け、我に続け。思ったより全然早く潰れちゃったな。お任せください。そしてこっちがかなり不利な感じになりますね。忠勝と家康両方相手にする感じになりそうですね。貯めてましたけど、ここはこっちも踏み込んでいかざるを得なそうですね。ただ信春、馬場信春の方も崩したっぽいですね。よし、ただ佐久間隊潰したけど滝川一正が援軍できそうだな。いかんともしがたい兵力差があります。そして伝令がそれぞれ、攻勢に出てるよということを知らせてきています。そして穴山隊、武田信康隊、何をしておると、中央を崩すという話だったんだと言っていますけど、まあ戦場にはいないですよね、まだ。そして背後より大軍が迫っているという知らせ、これ長篠より酒井忠次の兵が転身してきたかと。これかなりピンチですね。この状態で後ろから攻撃されたらと思ったら、真田昌幸との討ち死にはご無用だということで、ここで真田昌幸が駆けつけてくれたようです。高坂の兵1万、謙信からの援軍5000ということで、1万5000の援軍が到着したようですね。よし、1万5000の援軍が来ればもう少し戦いそうです。おー、でかい、心強いな。そしたらちょっとここで戦略を練り直して一気に行きましょう。高坂正信の兵を織田隊にぶつけます。今馬場信春が交戦している織田隊の方にぶつけます。そして真田昌幸を、今なんとか山形正影が支えている徳川隊の方に一気に派遣しましょう。承知いたしました。かなりピンチだな。承知いたしました。徳川隊支えている山形正影がかなりピンチにはなってますね。始める。ちょっと先に承知いたしました。家康を叩いてしまった方が良さそうだ。我に続け。
殴れ。かしこまりました。引け。皆死ぬな。我に続け。これで家康も敗走ですね。承知いたしました。かしこまりました。お、これで家康敗走させて、徳川家康殿と運命気する。久しいな。無言ですね家康は。なぜだ、なぜかような小男が。山県昌景は当時の戦国武将の中でもかなり小さかったというふうに言われています。まあその話が今出たようですね。これで、家康隊、徳川隊を打ちのめしたので、このまま残る信長の部隊に、織田隊に攻めかかりましょう。ちょっと溜まってるので、ここで山県昌景に乱戦を強化させて一気に突進させましょう。ここで山県昌景がやられたか。そしたら山県昌景の分をなんとか補うしかないですね。よし、これで秀吉の隊も潰して、あとは長秀だけですね。三輪五郎座長秀と言われていた、この五郎座を潰してしまえば。なんか信長の本体が来ないか心配だな本当に。よし、これで丹羽長秀の軍も潰して、ここで穴山と武田信康隊よりの使者、これより敵陣にかけ入らんと、やっと出てきてくれたんですね。これがどんくらいいるか、1万ぐらいいてくれると助かるんだけどな。ちっちゃいな。その数2000。ちょっと少ない。兵力差は2000までありますね、信長本体と。さあこれで信長がどこにいるか、まだあそこにいるのかな。勝頼がもう500騎しかいないので、勝頼はこのまま止めおきましょう。ということで、ここで信長が攻めてきましたね。かしこまりました。承知いたしました。かしこまりました。そしたらこっちは一体一体は少ないんですけど、囲めますからね。信長の部隊を囲みましょう。ためにためてた戦術をどんどん発動していきます。承知しました。その通りにいたします。お任せください。承知いたしました。承知しました。その通りにいたします。大阪の兵がだいぶ削られてしまってるんで。お任せください。かしこまりました。承知しました。
激励を発動してどん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 運んで減らしていきましょう。ここで傾斜が来た、傾斜が来たら横にずれないと厳しい。ここでババノブハルの部隊が敗走した。行くぞ、我に続け。承知しました。かなり接近してしまったので乱戦を仕掛けるしかない。お任せください。お任せください。かしこまりました。ただ今の乱戦で一気にヘイルクサを埋めたぞ。ここで逆転した、やっと逆転だ。そしたら引き続き囲っていきましょう。承知しました。我に続け。始める。お任せください。逃げるなら今のうちよ。お任せください。承知しました。ただここで膠着状態と言っていいですね。そしてここで臨戦使ってきたが、臨戦は攻撃力防御力ともに上がっていくので、まあ、非常に優秀な戦法なんですよね。承知いたしました。いざ参る。こっちはちょっと今戦法が使えるような状態にない。承知しました。承知いたしました。かしこまりました。その通りにいたします。その通りにいたします。ここで戦車が来たか、正面に入ってるな今。承知いたしました。始める。本当に一進一退ですね今。我らが攻めに耐え切れるか。お任せください。
しません。なんとかこのまま推移してくれれば。承知いたしました。承知いたしました。前に続け。かしこまりました。お任せください。その通りに任します。エデリン戦か。これは正幸の部隊が敗走する可能性が出てきましたね。ここで戦車来たか。戦火に問う我が軍略を承知いたしました。その通りに任せます。行くぞ。どうかな。始める。かなり囲んでフルボッコ状態のはずなんですけどね。言うほどなんかボコボコにしてる感じしないんだよな。ただ勝負は決しそうですね。ここに来てだいぶ承知いたしました。信長も兵を減らしてますね。やるとしよう。引くぞ。承知しました。ここで臨戦を使ってましたね。かしこまりました。承知しました。その通りにいたします。そしたらここで騎馬突撃をかけてとどめを刺しましょう。かかれ。うん、とどめを刺しました。信長を撃破。いや、かなり苦労しましたね。これで三河近江の黒人たちは我が方につくでしょうと。めでたしめでたしですね。こちらは武田四名神最後の一人、高坂正信ですね。これで勝頼が風林火山の旗を使えるようになったということみたいですね。まあ実際にはこの戦いで武田側はこの武田四名神の馬場信春はじめ山形正景も討ち死にしたというふうに言われていますけど、ここからね、新たな正常作戦をやっていきたいと思います。
そして、武田勝頼が風林火山を取得。おう、山形正影は赤備え。馬場信春は鬼。鬼を取得しました。正豊が副将を取得。そして、高坂正信は逃げ男女。高坂正信は高坂男女正信と言って、まあ逃げ男女と当時から言われていたようです。お、徳川家より使者が来ております。お会いになりますかとは。会ってやろうではないか。従属の申し入れ。やった、家康が従属するのはでかい。はい、というわけで今回は長篠の戦いをお届けしました。次回以降本格的にですね、信長に対して攻勢を仕掛けていきたいと思いますので、次回もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。先月の終始です。